お疲れ様です。今日も外から帰ってきました。今日はですね、ご覧の通り、仕事に行ってきました。今日は仕事のトライアルに行ってきたんですけど、あんまり続けたくないかなって思ったので、最後採用担当の人に他の仕事も見て考えたいんですっていうことを言ったら、じゃあ明日電話するからっていうふうに言われたんで、多分明日雇わないっていう電話がかかってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。イギリスっていうのは本採用の前にトライアルっていうのがあって、で、今日はそのトライアルの日だったんですけど、そのトライアルが賃金が払われるのか払われないのかが分かんなくて、今日8時間ちょっと働いてきたんですけど、その給料が出るのかどうかだけ明日聞こうかなと思います。仕事を選ぶ権利がない立場なのかなっていうのも考えたんですけど、もう少し考えようかなと思いました。また違う職場の方に応募してみて考えようかなと思います。もし今日働きたいですって言ってたら、多分来週から安定した仕事が手に入ったとは思うんですけど、せっかくワーホリに来たので楽しいと思えることをやりたいかなと思って、今日のところは別の仕事を探してみようかなと思いました。いずれにしても働かないとワーホリは続けられないので、何か見つけて仕事に就きたいと思います。以上です。